ジャーナリストをやり続ける魅力って何ですか？戦争地とかね、戦争地域に行くと、はい、空爆があったり、戦闘で本当に人間ってこんなに、そんなに死んでしまうんだなっていう場面にね、遭遇すること本当に多いんですよね。で、やっぱりこんな風に死んでしまう人間って本当に脆いんだなって思うんですけれども、その反面に、そのどん底、もうどうにもならない絶望のところから、這い上がっていく人たちっていう、本当に多いんですよね。そういう人間の底力、力強さ、生命力っていうものを、知ってしまうと、触れてしまうと、やっぱりそのエネルギーっていうものが、私自身に強いパワーをくれるというか、またここに来てこの人たちに会いたいなっていうふうに思うようになったんですよね。やっぱそれがやっぱり自分自身への原動力になっているし、やめられない理由の一つかなというふうに思います。なるほど、ありました。どうもありがとうございます。ちなみにですね、山本美香さんは著書もたくさん出しておられまして、ちょっとごめんなさい、こちら付箋がついているのはご愛嬌なんですけれども、こちら中継されなかったバクダッド、それからこちらは僕の村は戦場だったという本を出しておられて、戦場のすごくリアルな生々しい様子だけではなくて、こう市井の人々のちょっとした、例えばイスラムの、一夫の再生ですけれども、第一夫人と第二夫人のものすごく苛烈な女同士の争いですとか、ちょっとした子どもたちの働く生き生きした描写とかもありますので、興味を持たれた方、ぜひ手に取っていただければと思います。